分類の一つで盤面に玉章一枚だけが配置された状態のものの総称である。転じて冊将棋では次の意味を持つ。盤面が玉章一枚だけになる問題は1707年に出版された将棋項目に収録されている小原大輔の比較作物が最初の作品である。この作品は初形で被写角4枚が配置された。 比較図式であり、四手目に盤上が玉だけとなる。ただし、この作品は最後に持ち駒が残るので完全な作品とはみなされていない。裸玉の第一号は、1755年に伊藤漢寿が将棋図匠で発表したものである。その後裸玉はほとんど作られず、不完全作を含めても、初刑裸玉は1877年まで発表されていない。 この作品より前に途中図で玉一枚になる作品が一問存在するが、この問題は裸玉として不完全なだけでなく裸玉の状態を経由しない手順が存在する不完全作である。完全な裸玉の第二号局は岡田修科によって1942年に将棋月報に発表された。現在は詰将棋の専門家とコンピュータの使用で裸玉の詰将棋が 体系的に解析され、多数の作品が発表されている。中でも、2004年に発表された、驚愕の荒野は、玉章が殺生儀の初期位置である小位置にある、作品であり、最も美しい裸玉という評価を受けた。同作品の発表当時の図は2004年度の漢受賞特別賞に選ばれている。ありがとうございます。